中学生の時は運動が苦手でしたが、陸上部に入ってから運動ができるようになり、達成感を覚え、体育科教員を目指すようになりました。専門性の高い知識と指導力を身につけられることと、特別支援教諭免許を目指せることに魅力を感じ、大阪体育大学の保健体育教育コースを選びました。保健体育科教育コースで印象に残っているのは、グループに分かれて模擬授業を行う保健体育科教育法です。オンラインで模擬授業を実施した際は、穴埋め問題を使った関心の引き方や読みやすいプリントの作成などを工夫しました。授業の次回配分が難しかったですが、今後の授業実践時に生かしていきたいと思います。特別支援教育コースで印象に残っているのは、知的障害教育指導法です。小中高の特別支援学級の事例から、障害のある子どもたちの現状や対処方法を学びます。障害別のこだわりや個性を観察した上での適切なコミュニケーション方法を学びました。4年次の実習で実践しようと思います。体育科教員を目指している学生が多く、切磋琢磨できる環境です。座学や実技を通して専門性の高い技術や指導力が身につき、先生方と同じ視点で指導法を考えられるようになりました。障害の種類によってどのような症状や困難があるのかを学び、それに対応する仕方が身につきました。画一的な対応では対処できないため難しいですが、学んだ内容は通常学級にも活かせるようになりました。全国レベルの部員も多い陸上部でやり投げをしています。60メーター以上の記録を出し、インカレに出場することが目標です。教員になった時に役立つよう、仲間と練習を教え合うようにし、指導力も磨いています。通学時間などを活用することで勉強との両立も図っています。部活動で自分で考えて練習に取り組み、自己ベストを更新した時です。ハイレベルな環境にプレッシャーを感じていましたが、自信につながり前向きになることができました。この達成感や楽しさを子どもたちに伝えられる教師になりたいです。